はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日ね、グランブルーファンタジースカイコンパスの方で、新規のスケジュールが、1月のスケジュールが発表されたので、見ていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。まあ、1月といえば、まあ、ここだわな、17日、師匠降臨、17から24日まで、師匠降臨、決戦星の子戦場が、ありますということで、まあ、ここに備えてみんな今までの準備、半額期間とかもね、準備をしていたよ、しているよっていう方がすごい多いと思うんだけど、決戦星の子戦場が開催されます。有利属性は非有利なので、非属性を今のうちに、まあ、アグニス編成をやるのであればエッキザックスを揃えておいたりとか、まあ、単純にコロマグ編成、僕はコロマグ編成を今育成しています。コロマグ編成が使えるかなっていうふうに思ったんで、マグナ編成、コロツエの方最終上限解放したりしながら強化をしている段階です。で、まあ、他のイベントとしましては、本日かな、31から始まりましたライトビハインドユーという、まあ、組織イベントですね。まあ、こちらの方で新規キャラクターが、まあ、ゼタとバダラガとかの上司の、まあ、ガンスリンガーみたいなキャラクターの実装とか、まあ、SR キャラクターでゼタがもらえたりとか、しておりますね。で、師匠降臨、まあ、ここが、まあ、師匠の朱雀貢献ですね。まあ、こちらの方が高人2でスキルレベル15まで上がるんで、もし装備が整ってないよっていうのような人であれば、師匠降臨の朱雀貢献、しかも王ですね、王がおすすめかな。10日から始まる師匠降臨で取るべきアイテムは朱雀の王を持っておけば、結構古戦場って HP が重要になってきてるような気もしていて、まあ、そこで HP を稼げる、守護が稼げるっていうのはなかなか大きいと思うので、師匠降臨をやる人であれば朱雀貢献の王を取っておくと、まあ、旨味が深いのではないかなと、で17から24が決戦星の子戦場非有利ね。で25からはリペイントザメモリーですね。こちらの方モルフェとベトルかな、多分モルフェとベトルのあの夢のやつのイベントですね。こちら復刻になってるんですけれども、新規でまたイベントが、追加イベントとかがあるのかななんていうふうに思ったりもします。そして31日から新規シナリオイベントっていうような感じなんだけれども、結局ゼノイフリートがね来なかったですね。まあ、ゼノイフリートに行けるかどうかっていう、ゼノイフリートの斧を持ってるかどうかっていうのが腰の子戦場で割とこうかかってる部分もあると思っていて、まあ、そう考えるとちょっと先が見えないよね、正直な話。このイベントを見せられた感想としては、だから次の星の子戦場の属性もわからないし、まあ、師匠降臨で朱雀貢献だけ取っとくかなっていうようなくらい、まあ、結局非属性を育てるしか、まあ、何も見えてこないっていうような感じなので、まあ、特に半額で装備が揃ってない、特に何を属性を揃えばいいですか、マグナ確定終わってますっていうような人だったら、まあ、非属性を極めていく、詰めていくっていうのが、初心者にとって、まあ、初心者にとってもそうだし、終盤の、まあ、俺らにとっても、最適解というか、それをするしか道がないのかなっていうような、スケジュールを見た感想でございました。ということで、僕の、グランブルファンタジースカイコンパス1月の予定表を見た感想でした。皆さん、またお会いしましょう。じゃあね。